スコットランド省、歴史上存在するスコットランド省は以下の二つである。イギリス政府の閣内大臣である、スコットランド大臣の管轄下において、幅広く、スコットランドに関係する事柄を遂行していた。1999年に、スコットランド議会が再開されたことを受け、スコットランド省の業務のほとんどは新しく、設置されたに遺憾された。そのため、 現在はごく限定された役割のみが、司法障害局として新たに設置された、スコットランド省、スカートランドフスに残されているのみである。1707年の合同法を受けて、旧スコットランド議会が停止された後、イギリス政府の中に新たに、スコットランド大臣の職が設けられた。スコットランド大臣は、スコットランドにおける、行政全般について、スコットランドにおける、法務長官、 ロードアドボケートと共に責任を負っていた。その後、1746年にスコットランド大臣は一旦廃止され、法務長官がスコットランドにおける行政執行の責任を引き受けることになった。1828年には内務大臣がスコットランド担当としての役割を正式に担うようになったが、法務長官も引き続きスコットランドの声を代弁する役割を イギリス政府において果たし続けた。19世紀に入り、国家としての行政システムが整備されるにつれ、イギリス政府が担うべき役割は傍聴の意図をたどった。とりわけ地方行政は大きな負担であった。公衆衛生や貧民救済法、道路整備や教育といった各地域の性格と密接に関係した事柄や、都市設計や病院の設置、 水道の設備と地水といった分野は各地方自治体が主要な役割を担っていたが、それら無数の地方における活動が円滑に遂行されていることを政府が監視する必要があったのである。そのため政府はいくつかの関西委員会を設けることで中央の負担を軽減しようと試みた。当時設置された代表的な関西委員会は、貧民救済法についての関西委員会。 1845年から1894年、精神異常についての委員会、1857年から1913年、そして国王諮問機関としてのスコットランド教育局である。しかしながら、それらの諸委員会の責任はあまり明確ではなかった上に、委員が専門家ではなく、素人によって構成されがちであったことから、政府は、 積極的にそれらに介入する必要があり、結局のところ政府の負担を減らすことにはならなかった。そこで1869年、スコットランド選出の国会議員が、当時の首相であるグラッドストンに、各委員会に責任を持ち得る、スコットランド専任大臣を設置するように、嘆願したが、すぐには叶えられなかった。最終的に、スコットランド大臣とスコットランド省が設置されたのは、 1886年で、ある、新たに設置されたスコットランド大臣、セクレタリー・フォース・コットランドは、1892年からは、閣内大臣となり、1926年には、その職は、内務大臣、セクレタリー・オブ・ステートと同等のものまで格上げされた。そうため、英語ではこの後、セクレタリー・オブ・ステート・フォース・コットランドと改名される、ことになったが、日本語で訳し分けることは、 通常ない。1919年には国民の健康に関する領域までスコットランド大臣の権は拡大されたことを受け、厚生省にスコットランド厚生政務次官パーレメンテリーアンダーセクレタリーが新設された。この新たな時間職は1926年にはスコットランド大臣の政務次官として移された。 政務次官職はその後もスコットランド大臣のもとに1940年、1951年と追加され、最終的には1951年にスコットランド副大臣も新設された。1969年から1970年にかけて各政務次官が担ってきた役割は追加された副大臣によって置き換えられていった。 1974年から1979年にかけて2つの副大臣と3つの政務次官が1つの副大臣に役割が修練された。スコットランド省はイギリス政府においてスコットランドを代表する役割を果たしてきた。その伝統的な役割は、いわばイギリス政府の方針をスコットランドの利害とすり合わせ調整するクッションのようなものであった。そのため、 スコットランド大臣は、しばしば政府に対して、政策のスコットランド向けの改善案を提示する役目を果たしていた。このように、スコットランド省はあくまでも調整を胸とする省庁で、あり、政策における独自性、革新性を打ち出したり、スコットランドにおける求心力を発揮するようなものではなかった。1980年代のサッチャー政権時代を通じて、 保守党の支持率は全国平均に反してスコットランドで低下の一途をたどったが、これはスコットランドの利害が必ずしも中央政府の行政方針に反映されてないと感じられていたことにも一因がある。その際、本来は両者の関係の緩和剤となるべきスコットランド省が十分な役割を果たせなかったことは1990年代に入って スコットランド自治の間から問題視されることになった。最終的には1998年に議会で可決されたに基づく権限以上によって1999年にスコットランド議会が再開されるとともにスコットランド政府が設置されることでそれまでスコットランド省と大臣が果たしていた役割のほとんどはスコットランドに移管された。現在は限定された機能が イギリス政府に残されているのみだが、依然として、スコットランド大臣は、閣内大臣として残されている。2003年に新たに設置されたスコットランド省は、イギリス政府、中央政府において、スコットランドを代表することとスコットランドに関係する事務を担い、スコットランドへの権限以上の円滑な運用を促進し、 ロンドンの中央政府とエディンバラのスコットランド政府の間の橋渡し役となり、中央政府に留保されたスコットランドに関係する問題を間、運営する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。